あんまりご関心がないのかしらね。相模原で非常に話題になっています。若月さんがお話をしてくださったように、リニア中央新幹線、3、4日前の新聞でですね発表されましたが、このリニア中央新幹線を通過する駅、愛知や県ですね、いつ県あるか僕はよく分かりませんけども、各県に1駅作ろうと、JR 東海道ですね、正式に発表いたしました。まあ、それまでは各県にですね、規制同盟を作ってね、各県に1個ずつ作ってやるという要請をしてまいりましたけれども、ここで正式に決定したそうです。で、なんでなかなか決定しなかったかといいますと、JR 東海の側はですね、極力駅作りたくないんですよね。やっぱりその、東京から出て名古屋まで、最短時間に行きたいということがありましたから、なかなか渋っていたんですが、やっぱりね、要請がありまして、決断をいたしました。で、まずじゃあ、このリニア新幹線って一体何かって言いますと、東京から名古屋まで、この資料を見ていただくと分かりますけども、約 290km を40分で走りますよと。まあ、のぞみは今、東海道新幹線で100分ですから、非常に速いですね。時速がやっぱり400キロとか出るというね、話もいますね。で、費用としてはですね、5.1 兆円かかるそうです。で、この 5.1 兆円を誰が払うかといいますと、JR、東海がこれ持ちます。だから国が税金でやるんじゃないですね。JR が作ります。で、で完成するっていうか、完成し営業するのは何年かよっていうと、平成37年、2025年というのは今から16年先ですね。まあ、16年が長いような短いような、ちょっと長いんですけども、ただですね、もうすでに測量しているそうです。測量しています。で、実は機種もですね、もう作り始めているっていう話も、私自分で見たわけじゃないから分からないんだけど、そういう話も聞きますね。